ダイヤモンドステークスは日本中央競馬会が東京競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競争名のダイヤモンドは炭素原子からなる鉱物で創設当初の開催時期であった4月の誕生石に由来している。1951年に5歳以上の馬による重賞競争として創設。当初は 中山競馬場の芝2600メートルで4月に行われていたが、1965年から芝3200メートルに延長、2004年からは芝3400メートルでの試行となり、JRA で行われる競争としては、ステイヤーズ・ステークスに次ぐ長距離の競争となった。試行時期や試行場は、 幾度かの変遷を経た後、1997年からは2月に東京競馬場で行われるようになった。負担重量も創設時は別定だったが、1952年からハンディキャップとなり、現在に至っている。外国サンバは1992年から、外国馬は2006年から、地方競馬所属馬は2020年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は、 2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上負担重量、ハンデキャップ2021年の1着賞金は4100万円で、以下2着1600万円、3着1000万円、4着620万円、5着410万円。距離はすべて芝コース。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。各回競争結果の出展。 ありがとうございます。